アメリカ国立公文書記録管理局、国立公文書記録管理局、国立公文書記録管理局は、アメリカ合衆国政府の書類と歴史的価値のある資料を保存する公文書館、米国連邦政府下の独立機関である。奈良には、米議会の決議書、大統領の布告や行政命令、連邦行政規則集などを発行する義務がある。近年増えてきた。 一般市民の資料閲覧の監督、副社や建造などの複製サービスも行っている。また学者たちが研究しやすいよう取り計らうのも役割の一つである。保管所自体は全国に33カ所を置かれており、本館と運営部門はワシントン DC にある。元来、米国政府の省庁や機関はそれぞれ各自で資料を保管することになっていたが、紛失や破損がたびたびあった。 米議会は、連邦政府の記録、保存を中央に集めて一本化するため、1934年に国立公文書施設を創立し、その長官を合衆国アーキビストに任命した。長官は、政府各機関から奈良へ遺憾命令が出せる権限を持つ。その後1949年に共通駅務長に組み込まれたが、1985年に現在の独立機関となった。 2009年現在の長官は10代目のエイドリアントマス。連邦政府が作成したものは著作権の保護を受けないことになっているため、奈良に保管される資料は、そのほとんどがパブリックドメインに属する。しかし一部の資料は、政府以外の場所から奈良に移されたものであり、著作権や寄贈側との契約に守られている。奈良は、機密文書を保管し、 奈良に属する情報安全保障監督局は、米国政府の機密文システムの方針決定と監視を担当している。奈良の資料は紙、マイクロフィルム、航空写真、静止画、スチール写真、動画映像、映画フィルムやビデオ、レコード、電子メディアといった形態がある。公式サイトによれば、2006年現在全米33カ所の奈良には、 40億枚以上の公文書、約30万本の映像フィルム、500万枚以上の地図、表、設計図、20万件以上の音声、ビデオ記録、900万枚以上の航空写真、約1400万枚のスチル写真やポスター、約7600セットのコンピュータデータが保存されている。所蔵品はべて、 作成時の関連政府部門や機関を反映した記録グループで分類され、特別な目的で収集、寄付されたコレクションについては記録グループではなく、コレクション番号で管理されている。莫大な資料がある記録グループやコレクションは、シリーズごとに分けられている。また、資料の整理や調査を楽にするために、複数のシリーズや記録グループにまたがって、ファイルユニット番号がついたものもある。 奈良は、本館、文館、地域資料館、大統領図書館の資料をオンラインで誰もが検索、閲覧できるアーカイブリサーチカタログ、アークのプロジェクトを進行中で、2006年現在、所蔵物の約50%のデータが入力されている。所蔵品、シリーズ、コレクション、ファイルユニット全てにアーク番号が当てられており、以前より管理、検索がしやすくなった。 かつて導入されていたアーカイブインフォメーション番号からアーク番号に移行している。しかしデータベースに情報は入っていても資料のマイクロフィルム化やデジタル化はまだほんの一部しか終わっておらずオンラインで閲覧できる資料は全体のごく一部である。2006年2月24日ならは Google と共同してなら所蔵の動画をデジタル化して無償で オンライン閲覧できるプログラムを発表した。奈良が持つ最古の動画である1894年のスペイン舞踊と日本の川下りの映像、クラークゲーブルの入隊など、ハリウッド有名人の軍隊活動を報道する1942年のプロパガンダニュース、1969年の月面着陸ドキュメンタリーなど、動画の閲覧が可能となった。奈良で、 最も頻繁に請求される資料は移民の国らしく家系図の調査と作成に使用されるものが多い。例えば1790年から1930年までの米国国勢調査、移民船やその乗船名簿、帰化申請書といったものである。軍の在籍記録は先祖について調べるために家系図資料として請求する一般人と退役軍人の優遇措置などを受けるために 自身の歴史証明書として請求する元軍関係者によって利用される。研究者や家系図作成者のみならず、歴史に興味のある一般人にとっても、非常に興味深い資料が多く保存されている。奈良所蔵品の例、奈良には、機密指定を外され解禁となった太平洋戦争や沖縄統治に関連する書類、また過去から現在までの国際条約、外交文書、 議会記録、連邦裁判記録、大統領メモ、国政調査、破産報告、軍隊記録、特許書類など、あらゆる公的資料が保存されている。日本人の研究者やアーキビストはもちろん、エリア51やロズウェル事件の真相を探る、UFO 研究などにとっても、貴重な資料の宝庫である。おそらく、 日本人が最も頻繁に閲覧しているのは太平洋戦争に関する資料であろう。真珠湾攻撃の戦線布告遅延やアメリカ側の事前察知といった疑惑の検証。開戦前に日本の機械式暗号が解読されていた証拠、原子爆弾投下許可及び目標都市の決定理由、スパイゾルゲや東京ローズなど謎に包まれた人物、日本の分割統治計画や 極東国際軍事裁判など戦後処理に関する資料などが公開されている。空襲時の航空写真、玉砕や日本人捕虜、GHQ 占領下の日本の様子などを写した写真や映像なども大量に下されている。日本のアーキビスト、作家、新聞、雑誌記者、ドキュメンタリー番組作成者たちにとって非常に価値あるものである。日本の国家機関、大学、 地方自治体も国内外からコツコツと地道に複製資料を集め続け、目録作成及びマイクロフィルムやデジタル化を行っている。奈良で収集し複製された資料も国立国会図書館、日本地図センター、神奈川県横浜市、横須賀市、相模原市、岡山県立図書館、沖縄県公文書館、沖縄線関係資料閲覧室などに所蔵されている。 北海道大学スラブ研究センター、東京大学、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、関西大学、広島大学などの図書館にも複製が保管されている。奈良が所蔵する日本関連資料の例、奈良はアメリカ合衆国の公文書館であるから、資料の内容はもちろん戦勝国アメリカ中心である。しかし莫大な資料を丁寧に発掘することで、 日米試験省の有力な補助資料が発見されることもある。また、アメリカから見た日中、日韓、日露関係の資料を得ることもできる。日本国立公文書館との大きな違いの一つは、機密指定を外されたものは、大まかに処理されて中性紙製性の箱に入った、ミリ状態でも一般人に閲覧許可される点である。 膨大な未整理書類は、奈良を利用する時間が限られている、日本人研究者泣かせで、日本関連文書を探して、リストアップするだけでも大仕事である。特に、アメリカにとって、負の遺産となる書類は、整理が後回しになったり、機密指定期間が長かったり、機密指定が外されても、輝かしい歴史部分に比べてひっそりと公開される。真珠湾攻撃直前までの在米外交官 寺崎衛生の行動を連邦捜査局が登庁、備行していた記録、寺崎ファイル、1942年に日本への心理作戦として、天皇の扱い方やプロパガンダ工作に言及した、日本欄、占領下日本でのプレスコード関連、東条秀樹の遺書、西山事件で、西山が発見した以上の量の密約証拠などが、戦後何十年も経って発見されるのはそのためである。 2000年12月27日に成立した日本政府情報公開法によって戦時中の日本に関するアメリカの政府記録がすべて公開されることになった。オースの極東関係資料なども新たに公開された。1935年会館の奈良の建物はワシントン DC のコンスティテューション通りのナショナルモールの北側にあるメリーランド州に新館ができて以来、 アーカイブスアイ、アーカイブスダウンタウンなどと呼ばれている。展示目的と資料閲覧目的で入り口が分かれている。展示ホールの中心部は自由検証、ロタンダといい、アメリカ独立宣言、アメリカ合衆国憲法、権利商店という三つの建国正式文書のオリジナルが一般会されている。訪問者は自由に展示を見て回ることができるが、館内における 写真撮影は禁止されている。他にもルイジアナ買収書類、奴隷解放宣言書、歴史的価値のある写真や古記物などが展示されている。本館では、家系図作成者が利用する移民、帰化、国勢調査に関する資料、先住民族の記録、独立戦争から米非戦争までの軍事資料、アメリカ連合国や奴隷解放運動の記録、司法や、 議会関連の書類、年金や不動産記録などを中心に保管している。増え続ける資料でワシントン DC の本館が手狭になったため、1994年にメリーランド大学カレッジパークキャンパスに隣接する場所に新館が建てられた。奈良とメリーランド大学は協力研究を提携している。ワシントンの本館に対してアーカイブス E2 アーカイブスカレッジパークと呼ばれる。新館では、主に第二次大戦以降の軍事資料と映画、ビデオなどのメディア資料を保管しており、歴史研究者が多く訪問する。本館と新館の間を頻繁に無料バスが走っており、奈良の勤務者だけでなく一般訪問者も利用できる。本館、新館以外にも奈良の資料文館がある。詳しくは、 大統領図書館を参照のこと。奈良は31代大統領、フーバー以降のデータを保存し、大統領図書館に提供している。ただし37代大統領ニクソンの、ウォーターゲート事件の書類は、大統領個人の記録として、図書館に保存されるのものではないとして、2007年7月11日の、ニクソン大統領図書館の開館までは、奈良で保管されていた。 フーバー以前の5つの大統領図書館、アダムス、リンカーン、ヘイズ、ウィルソン、クーリッジは、奈良の管轄下にはない。原爆投下を許可したトルーマン大統領図書館、沖縄を統治していたトルーマンからニクソンまでの大統領図書館には、多くの日本人研究者が訪れている。奈良の施設は、無料で利用できるが、大統領図書館は、大統領自身や、 個人の寄付によって建てられ、博物館や墓地を兼ねた施設のため有料となっているところが多い。また、生誕地など大統領ゆかりの地に建てられているので、交通が不便な場合もある。複数の大統領図書館やマッカーサー記念館など、全米各地に散らばる施設を渡り歩いて、資料を集めるのは、時間的に経済的にも負担が大きい。21世紀に入り、 資料のデジタル化とオンライン閲覧に向けて計画を進めている施設が多く研究者の負担も軽減されるであろう。1973年7月12日にミズーリ州セントルイスにある文館国立人事記録センターで起こった火災は奈良に大変なダメージを与えた。軍人の記録を受け持つこのセンターでは1600万から1800万の 公式軍人に関わる書類を火災で失ってしまった。被害に遭った記録は次のようなものである。火災は人事記録センタービルの6階を全焼した。被害の後は2004年現在でも見ることができる。火事の原因ははっきり分かっていない。1975年の調査では被害を受けた木崎橋から火災が始まり非常に高温で全く換気がなかったか。 ごくわずかであったということが判明した。6階の気圧が一定まで高まり、密閉されたスペースの高温条件と重なり、脆くて乾いた書類が自然発火したのではないかと推測されている。しかし同時に、火事の原因が直接の放火でないにしても、いくつかのゴミ箱に入っていたタバコの燃えかすが原因ではないと言い切れるほどの調査結果も出ていない。1974年に、 火災で損失を受けた軍隊記録を復元しようと大変な復旧努力が始まった。完全に失ったと思われた軍の記録も大部分は入隊日、除隊日、軍隊活動の内容、最終の階級といった基本的な法を再び集めることができた。兵役経験者を対象にした優遇措置を受ける際などには兵役証明書が必要だがならでは、 そのような書類の発行申請があった時には、報級明細や治療カルテなど他の交渉を用いて、証明書を発行できるようになっている。近年は、証拠隠滅のための火災であったなど、をいくつかの陰謀論が主張されている。アメリカ合衆国インテリジェンスコミュニティが進めている、再分類計画とは、奈良所蔵のアメリカ外交、軍事政策に関連する文書を再分類すること。 特に機密解除された資料を再び機密扱いにして非公開にする計画を指す。2006年2月、情報自由法を理念の一つとする非営利団体のアメリカ国家安全保障アーカイブは、1999年のクリントン政権下から隠密で始まり、911テロ後にジョージ・ W ・ブッシュによって一段加速して、 歴史資料の再分類計画が行われていることを暴露した。アメリカ国家安全保障アーカイブによれば、2006年2月時点で5万5000ページ以上が再び非公開になっており、50年以上経つ記録も含まれているという。ことの起こりは、2005年12月から翌年1月にかけて、マシューエードという情報誌の研究者が以前は閲覧。 複製できていた15の資料が非公開になっていることを発見し、奈良に意見書を提出したことにある。それに注目した研究者や団体が奈良管轄の情報安全保障監督局による介入調査を要求し、同監督局はインテリジェンスコミュニティがどのような資料を非公開要求としているか監査した。その結果、 1995年以降に公開された資料のうち少なくとも25,315個の記録が回収されており、その約40%は審査する機関の許可なく、勝手に機密が外されたも、残り60%は他の関係機関と公開について審査するべき資料であることが判明した。1,353のサンプル資料を抽出して、 調べたところ64%がまだ機密を外すべきでない資料であったが24%は機密扱いの必要がない資料残り12%は判断が難しいものであった CIA などの政府機関が大量の書類を通告なしに回収して非公開にした手順には手落ちがあったしかし再分類非公開化はマスメディアがセンセーショナルに報道するほどの 国費化の計画でない。クリントン、ブッシュ領大統領は国家安全に関わる情報は公開を請求されても書類作成省庁が拒否するよう大統領に提案できる。クリントン、国家の安全のために一部の情報を非行にすることがあるブッシュなどと行政命令で明文化している。細分類の対象となっている資料は全てクリントン政権下で 機密解除されたものである。これは1995年に同大統領が発令した行政命令第12,958号が発端となり、大量の政府資料が審査不十分のまま資料作成から一定時間が経ったという理由のみで自動的に機密を外して一般公開されたためである。核兵器情報などの漏洩の恐れがあり、 クリントン自身が1999年に13,142号でこの命令を改正し資料の内容を再検討して国家安全を脅かす可能性のある資料は再び非公開することになった。政権を引き継いだブッシュ大統領は911同時多発テロを経験し国家安全に関わる情報公開には非常に敏感になっており 13142号を改正した13292号を発令。軍事計画、兵器システム、他国政府情報、暗号、情報活動、外交政策とその情報源、国家間テロ防衛を含む、国家安全に関わる科学、テクノロジー、経済、核物質や核施設、国家安全に関わるシステムインフラストラクチャー、施設、計画の弱点や能力、 大量破壊兵器などに関する情報を機密カテゴリーとし、機密解除についてもさらに厳しい基準を設けた。細分類問題の原因が政府全体で統一された非公開の基準がないこと、十分に審査の時間を取らなかったことであるというのは、奈良も認めている。しかし国民が懸念するのは、非公開化は純粋に国家安全や生存する個人のプライバシーを守るため、 だけでなく、各政府機関の失態や陰謀の証拠書類も国民の目に触れないまま永遠に封印されてしまうのではないかという点にある。研究者の間では一度公開されたものが非公開されたことによって生まれる不公平感や焦りがある。公開中に複製資料を手に入れることのできた運の良い研究者はその資料を用いて新たな論文を執筆できるが、 その他の研究者は非公開になってしまった1999年以降、閲覧請求が通らねばその資料に触れることができないからである。比較的情報公開が進んでおり、情報公開を望む市民団体の活動も活発である。アメリカ合衆国であっても、ことなら所蔵の政府情報は無料で万人に閲覧され、近年はインターネットで世界中の人間が 入試可能であることから国家の安全や個人のプライバシーを考えて公開には慎重になっている。特に911同時多発テロ後はその傾向が強くなっている。奈良公開審査部門のホーム顧問ゲイリースターンによると奈良では国民の知る権利と個人のプライバシーのバランスを常に考えている。 すでに死亡した人間であっても、遺族のことを考えて一部公開を控えることもある。また特定できる人物に対して、悪口、苦情、品格を落とす、下世話な事柄などが含まれている資料も公開を控えている。ならでは、テロの脅威がある現在、作成からたとえ何十年経った資料であっても、原子力発電所、ダム、橋、ビルなどの設計書や、 兵器開発の研究書類や開発研究者リスト、また旧、11調査委員会の資料などは要注意の書類で簡単に公開すべきでないとしている。一つ一つを見れば公開しても問題がないように思える資料も大量に収集して組み立てれば容易に全体像が推測できることがある。トム・クランシーが各小説の軍事戦略やテクノロジーが非常にリアルであるのは情報は 探せばある。非公開のものも、公開されているものを分析して、点を繋いでいけば浮かび上がってくるからだ、と、本人も公言している。物理的な理由で非公開になることもある。奈良は、慢性的な人手不足で膨大な資料を扱っているため、例えば副写して、国家情報やプライバシー侵害部分のみを、いちいち塗りつぶして公開すると異様な手間はかけていられないため、 問題のある箇所があれば文書全体を機密扱いにしてしまうこともある。電子的に塗りつぶすことも技術的には可能だが、ハッキングされる恐れを考えると電子マーキングに踏み切れないという。奈良は議会や大統領からの要請があれば、特定の資料を最優先して公開に向けた審査をしなければならない。例えば1992年にはハリウッド映画 JFK のために、わざわざ議会が、ケネリ大統暗殺記録収集法法令を作り、迅速に、資料収集、機密あるいは公開扱いを決定して、奈良に保管することを命じた。2000年には、日本帝国政府記録公開法に従って、機密審査を行い目録やガイドを発行されている。しかし情報公開を急ぐあまり、奈良所蔵資料全体から見た各資料の関連付けや、 シリーズとしての系統的な整理がきちんと行えないまま公開することになり、奈良のアーキビストたちにとって不本意な状態となっている。かつては手書きメモだった公文書が近年は電子文書、電子メールや添付ファイルで済まされている。電子文書も立派な公文書であるから、奈良には収集、保存する義務があるが、莫大なメールをいちいち保存、印刷する人間はいない。 2006年現在、電子メールを自動的に保存するシステムがあるのは、ホワイトハウスだけである。ようやく法律が追いつき、紙とは異なる。媒体、電子書類も紙の書類同様の保存、廃棄基準の対象となることに決まった。電子記録アーカイブスの構築も始まったばかりである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。